ンサーやっていきましょうか。ワンショット、ごめんなさい、皆さんには分からないですけど何かが飛んだ今さて、痛いですね、いきなりですね、ごめんなさい。これ多分ニコのニコだね、ニコのママですね。うわー、メイプルシロップたっぷりのホットケーキ。ホットケーキはまあいいんですけど、僕メイプルシロップダメなんですよね。もうそんな話はどうでもいいか。おいしい。ブルーホース、また夢を見た。夢十夜ですかね。ママがいたよ、見えた。はい今度はあーじゃないんだ、パンケーキ作ってくれた。多分ミーの誕生日だったんだ。だって誕生日にはみんな一番好きな食べ物がもらえるでしょ。しかもたくさん。神様にも誕生日あるの？え、ちょっと待って待って待って、ブルーホースって声をかけといて神様で、私は誰、どっち、え、誕生日なんかないよ。そっか、そうだよね、神様だもんね。じゃあ神様パンケーキ好き？パンケーキ食べたい。パン、去年なんて誕生日、去年の誕生日なんて10個も食べちゃった。お腹いっぱいになりすぎて、その日は他に何も食べられなかった。ママが作るパンケーキは最高だよ。すごく美味しい麺料理を作るご近所さんもいるんだ。と、あ、それにパンを作る、たくさん作るご近所さんも。神様にはご近所さんいる？あ、まあもうそれは、神だからいないよね。そっか。ちょっと寂しい。うるせえな。なんか毎回ちょくちょくこうディスられるという感じがあるんですけどね。まあね、ミーはね、可愛いですからね。よし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 。ということで、前回ですね、なんだろう、頑張ったんですけど、まあ、結局虚空のそのところっていうのが残念ながら前回の上登ってたところではないということだったので、とりあえず思ったことはヒントを見に行こうと早速ヒントを見に行こうと。あれ、こっちじゃねえや。で、あともう一個が、さっきの中のですね、ロボットが穀物云々っていう話をしてた場面があったじゃないですか。パソコンの前に来た瞬間に音楽がさ、こうやむのやめてほしいんだよね。穀物云々っていう話をしてたのけ、なんかだろうなっていうのがものすごく腹立つんだよね。まあそれはいや、その穀物をさっき の左の方にいた穀物野郎にこうなんかやっぱ取りに行かなくちゃいけなかったのかしらかなと思ったりするんですけどね。我々の世界と君の世界を結びつける4つの壁の向こうに虚空がある。君の視界の端、何もかもが見えなくなる場所だ。え、待って、我々の世界と君の世界を結びつける4つの壁の向こうに、4つの壁の向こうに虚空がある。君の視界の端、何もかもが見えなくなる場所だ。君なら私の言っている意味がわかるはずだ。フィルムを虚空に通しまた戻す。え、つまり、ダメだ、何にも見えてこないな。え、見えるもんなの？見えないもの。なるほど。ん？ちょっと待って、もう一個ない？私の忍耐力を試して。ごめんなさい、でも知りたいの。フィルムを見ると我々の世界を映し出す。窓を埋め尽くすようにそれが表示される。そうだな。私が説明した操作、動作はドラッグと呼ばれるはずだ。虚空は君の視界を超えたところにある。虚空を通り抜けまた戻る。え、もしかして、つまり、間違えた。ここに来て操作ミス。え、これを、ほう、そういうことですか。なるほど。ちょっと待ってね。メモ。63014。やない？オッケー。ほい。え？なんで切れるのか。え？で、この63014っていうのを、どこで。で、
これは OK です、ありがとう、 OK です。でねえなんかやっぱすげえバカがバレるっていう感じですよね。てかもうちょっと考えればよかったよ、コクってそういうことだったのね。でこれにいや掴めないんだろうな多分な。これよし、うまくいくとね、ボタンぴったりで電源の入る音が聞こえる。ボタンがバラバラになった。まあよく頑張ったよ。あら仕方ない。あまたちょっと待って、よくよ何これ、よくやった。そんなアイテムが手に入んの。ちょっと待って、じゃあ詰まっちまったらどうしようかな。まさかこんなオチになると思ってなかった。うん、よくやった、すげえ編集さんに超褒められている。救世主何か用か、もう一度説明していいだろう。お前は地方にある図書館に到達する方法を見つける必要がある。それ聖なる国物、国流、そうなんですよ、国流っていうのが、さっき前回パートで見つけた、ドアのとこに出てきて、それで、あ、いつものことなのかよ。いつも出てきても怖えな。うん、コード探し、いやいや。
はっ、コードなんか探す必要ねえよ。行くぜベイベー。ゲン、あ、あ、いや、ちょ、ちょ、ちょ、ふん、ふん、あ、ちょ、ちょ、ちょ、ふん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 、どうだ。はい、はい、そう、ま、うまくいったりは内緒ですけどね。あ、そうか、救世主。なんかこう、君の目ってね、なんか怪しいよね。とりあえず、あ、開けといてくれたらいいよ。いいよ、乗んな。よし、これで地上にたどり着け。はぁ、今はコロナでソーシャルディスタンスと言葉を交わしちゃいけないんですよ。皆さん、エレベーター内で言葉を交わしちゃいけないですよ。分かってますね。はい。よしよし、いい感じだぞ、いい感じだぞ、いい感じだぞ。うん、うん。すげえ揺れる中、なんだ、コートの切れかけ。おい、喋るな。うん、答えるな。なんでみんな、エレベーターの中で救世主は本物の神様と一緒だなんて、気まずすぎる。どうも、あやまリアルゴッド。あ、気まずい。だからダメだって。ほら、ソーシャルディスタンスを保ちつつ、あの3密の空間では喋っちゃダメなんだって。聞こえてたのか。あ、いや、お前も答えるんじゃねえよ。何を聞こうかな。じゃあ彼の仕事について。仕事何してるの。すごく忙しそうだ。俺はその大体は電灯を修理している。でも今こう、あれかな、あの星の王子様に出てくる、ずっと仕事をしてるしかな。あの電灯つけたり消したりつけたり消したりしてるね。うん、まあそれはだって高エネルギー、ほら超濃縮される。出た、濃縮、濃厚接触。違う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 、光熱量、工場で加工してあげなきゃいけないが、街の大部分の動力源になっている。おお、前までは配達ロボットがそれを配達してない。最近みんな故障しちゃってるだろう。だから修理が終わるまではその分たくさん仕事しなきゃいけないんだ。ずいぶん長いこと寝てないな。修理はいつ終わるの。さあな、研究所にいる科学者次第だ。でも最近は何かに相当気をもんでるみたいなんだ。そうなの。頭のいい連中までそうなっちまうのは良くない兆候だな。よし、ブルーフス、何ここが、この町について。この町はすごく大きいね。見かける小さいさ、近頃人も降ってきて増えてきたし、最初の方は不毛の地から避難者が出てきたが、今じゃ強国も連中も引っ越しできている。そうなの？ここの方が安全なんだ。まあ、安息の地なんかじゃ決してないけどね。さっき見た四角い四角形のやつがあるだろ。ここでは他のところよりも多く発生するらしい。確かに。幸い、町のインフラ設備にしか影響がないみたいだけど、大地そのものはまだ落ちこたえている。よかったよ。だって、ここには大地がもともとあまりないからさ。よし、ブルフォース、何聞く？めっちゃ聞くやん。図書館について。図書館のことを教えてくれる？そこに行かなきゃダメなんだ。ああ、俺がいつも配達してるとこだな。あの読書とはなかなか意地が大変なんだ。でも頭のいい人たちに囲まれて いつも間違いなく気になる。まあ、君は結構賢そうだから、問題なくとここまでさ、君とブルフォースは。神様は？うっ、着いた。ともかく君に会えてよかったよ。ニコだよ。そうだよ。また、あ、間違えた、そうだった。やべ、じゃあな。見てみたい。見たちも連れた方が良さそうね。みんなが頼りにしてるから図書館を探しに行こう。これまた戻れる。ああ、戻れるんだ。まあ、戻らないけどね。とりあえず彼のケツを追いかけよう。で、こういうのをなんかつけたり消したりしてるんですかね、彼はね。うん。星の王子様なんかもね、なんか労働の星みたいなんでね、つけたり消したり、つけたり消したりずっとしてるっていうのなんか言う。勇敢です、勇敢です。一部購入しますか？うん？新聞は大人が読むんだ。大人？うん、どういう意味ですか？子供じゃない人たちってこと。子供？君は子供じゃない。私はロボットです。そう、出すですよね。とか、大人が読む読まないじゃなくて、君も読みなさいよ、子供新聞くらい。じゃあ、とりあえず端から潰していきましょうか。端から潰していって、と言いつつも、まあな、いい時間にはなってきてるんだよね。これ何？海か何かなのかな？下にあるの。ほい。どうも人間、図書館、ああ、早速図書館にたどり着いてしまった。うわー、髪が全部のブラックジャックみたいな。髪が全部白色のブラックジャック。パッと消えてなくなるか、それともじわじわと滅びていくか、あんたのどっち選ぶかね。ぶっちゃけ、私は前者の方がいいな。あはーん、どうしたんだろうね、世界の終末が見たいタイプの人なのかな。あーまあよくありますね。世界が終わるまではお邪魔します。ちょっと待って、こっち行きたいな。こっちは特に何もなしですね。じゃあ入ろっか。図書館に来ました。うわー、なんかめっちゃイキって読んでるやつがいるし、作者の本には様々なジャンル、彼が書かない題材はないみたいな、とっても博識な方だと思わない？そうだね。けれど最近の彼は世界情勢を記録ことに集中してる。そうなの？この街が文明の最後の砦だって言われてるんです。で、近い将来ここにある本はもしかするとこの世界にはぁ、他の地域のことを思い出せる唯一のものになるかもしれないわ。そっか。本山積み、これは押せない。本床の本山積み、本が吉
人が並んでいる。なんかまたちょっといろいろ調べるとこが多くなってきそうな気がしますね。はしご怖い。どうも人間、いや、本を棚に戻してます。本の落下に注意してください。本を棚に戻してます。今は電源が切れている。バー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 、なんかこっちから押してね、あのロボットちゃんをね驚かせて、バーみたいなね。とりあえず、ちょっとこの生きてるやつに話しかけてみよう。はっ、え、ミア何も言ってない。ならこっち見んなよ。本を見せ続けてよ。そうだ、ここは図書館だ。本がたくさんある図書館だったかな。あの上の階のおしゃべりやつとおしゃべりしてな。あ、めっちゃ本に集中してるやつだった。邪魔しない方がいいかもね。はーい。はい、いや、こんばんは、案内してまげるしょ。このエリアには歴史に関するたくさんの本があって、参考としては下の階。それで、子供向けの場所はわからない。ごめんね、大丈夫だよ。本を探してるわけじゃないから。あ、じゃあもしかして作者を探しに来たのかな。うんうん。あ、ならよかった。そのがっかりしなくて済みそうだなって。ここで数ヶ月ボランティアしてるんだけど、未だに彼を一度も見かけたことがない。図書館長と出版作業を進めてるらしくってね。たまには姿見せるんじゃないかって実は思うでしょ。でも違った。うん、彼って引きこもりな的な感じみたい。世界中旅してる人にしては変だけどね。あれかな、人前だとそうなのかも。で、なんというか彼を実際に見たって人はあんまりいないと思うの。どんな様子をしているのかすら知らない人がほとんど。みんな噂では彼のことを聞いたことがあるんだけどね。そうだ、一度だけ手紙の返事をもらったことがあるの。すぐさま額に入れたわ。すごいね。いつか姿を見せてくれたらな。なるほど。ますます謎は深まるばかりという感じですね。うわ、すげえ。またなんかこのここに出てくる世界の人たちってなんか癖のある見た目の人が多いよね。顔面が双眼鏡ってもうトイストーリーしか見たことないですからね。なんかターバン巻いてるやつもいるし、ちょっと話しかける人が多そうなんですけれども、なんか双眼内助みたいなのもいるし、髪の毛はピーマンの人もいるし、じゃあとりあえずあのコーヒーをこうちょっと一杯飲んでですね、動画時間も20分を超えてきたというところになりますんで、本日の動画以上とさせていただきます。次回ですね、図書館物色していって、話の展開を頑張ってしていきたいと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではお疲れちゃん、さよなら、バイバイ。あ、ちょ正面に来てください。あ、すいません。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。